私の名前は今田涼子、普通の主婦だ。夫の哲馬とは大学生の時からの仲。夫はかなり田舎の出身で、帰るのも一苦労だという。交通費だけで2万ぐらいかかっちゃうからさ、学生の時はめったに帰らなかったよ。そうなんだ。プロポーズされた後ご挨拶に行ったが、それも5年ぶりに帰ると言っていた。こんな遠いところまでありがとうね。明るく出迎えてくれた義両親、確かにすごく遠いところだった。駅からも遠いし、車を持っていなければ辛いだろう。結婚後はうちも車を買って、お互いの実家に帰るときは運転を行き帰りで交換しながら帰省していた。うちの実家は今住んでいる場所から片道1時間ぐらい、義実家は片道2時間くらい。結構疲れる。それでも頑張って盆と正月には顔を出していた。なんせ本当に義両親はいい人たちだったから。ごめんね、無理して帰ってこなくてもいいからね。これちょっと気持ち。そんな、いいですよ。ガソリン代にしてちょうだい。そう言って、私夫婦と義兄夫婦、義弟の勝樹にもわずかばかりの現金を渡してくれた。ガソリン代には多すぎるし、半分はお中元やお誕生日プレゼントに変えてお返ししていた。そして数年たち、私たちにも子供が一人できた。同じ時に義弟も結婚、ゆいさんというお嫁さんをもらった。私たちとは違うところだが、都市部に住んでいるらしく、義実家に来るのに1時間ちょっとかかるらしい。結婚の挨拶に来てくれた時もひどく疲れていた。もうこんな田舎だとは思いませんでしたよ。そうなのよ、ごめんね。いやいやいや、義母になる人になんでそんな言い方すんのと内心ツッコミを入れてしまった。それから盆や正月には義弟しか来なかった。行くのすら疲れるし、来てもつまらないからと。素直にそう親に言う義弟も配慮がないと思った。夫の兄弟は3人男兄弟、夫は真ん中、末っ子の義弟はそれなりに可愛がられていたらしい。しょうがないわよ、来たくない人を呼んでもね。元気ならそれでいいの。義兄夫婦も義実家から飛行機を使ってくる距離のところに住んでいる。義手の葵さんも、まあこの後うちの実家にも行くしね、お互いの家に行かないと親じゃないと思ってるから、と言って必ず盆と正月に来てくれていた。いろんな考えがあるし、義母も会いに来いなんて言う人でもない。もしかしたら次にゆいさんに会うのは葬式かもな、なんて思っていた時だった。なんと義実家から車で20分のところに大型のアウトレットパークができた。かなり人気らしく、義両親も試しに行ってみたら、ついついいろいろ買ってしまったと連絡が来た。すごく大きくてね、お鍋とかお洋服とかいろいろ買っちゃったのよ。いいな、今度そちらに行った時に行きたいです。夫とも話し、次帰省した時寄ろうかなんて盛り上がった。そしてアウトレットができて初めてのお正月、私たちはワクワクしながら義実家へ。今回は大晦日から2泊するつもりだったので、お酒も飲む予定だ。はい、よく来てくれたわね。はい、これうちの実家がついたお餅です。ありがとうね、助かるわ。すでに義手はいたので、私も台所のお手伝いに。その前にリビングへ義父に会いに行くと、そこには、どうも。なんと義弟夫婦がこたつに入ってテレビを見ていた。ゆいさんに至ってはスマホをいじって私に軽く会釈をするだけ。びっくりしたものの、来てくれたんだと少しだけ安心した。そのままキッチンに行くと、義母もニコニコ、ゆいさん来てくれたんですね。そうなのよ、遠いのによく来てくれたわ。疲れてるだろうから休ませてあげましょう。そうして3人でごちそう作り、おせちにおそば、お雑煮の準備、お寿司も取るのだという。とりあえず今日は天ぷらに年越しそば、お寿司とオードブルを出して、お疲れ様と乾杯。みんな座って美味しく食べた。義父や義弟、義兄、夫はお酒を飲んでいた。義兄夫婦は一泊だけして帰るらしい。次の日にはおせちとお雑煮を出して新年の挨拶へ。しかしゆいさんは布団から出てこなかった。疲れちゃったんだね。そうみたいっす。あはははは、ってお前。夫が一言何か言おうとしたが止めた。ここでゆいさんが嫌な思いをして義実家を嫌いになられても困るしね。一応嫁同士だし。ゆいさんは昼頃のっそり起きてきて、勝手にお雑煮を食べていた。お昼はまた見せ物、天丼とかカツ丼とかラーメンとか好きなの頼んでと義母が大盤振る舞い。それからはお昼寝したり、ゆっくりしたり、テレビを見たり、それぞれ体を休ませた。そして夕飯、おせちの残りと義母がちらし寿司を作り、義士が前日に買ってきてくれたデパ地下のサラダをいくつか、またお酒も入ってみんな上機嫌だ。あー、にぎやかね、楽しいわ。義母は嬉しそうにキッチンからどんどんごちそうを運んだ。みんなたらふく食べて片付けも一区切りついた頃、義母が私と義士に、お疲れ様、ビールでも飲もう、
と声をかけてくれて3人で台所で飲んだ。でも義士は今日帰るからとジュースに変更。いや食べ過ぎちゃったかも。私もですよ、こんなに美味しいものあるとつい。あのサラダ美味しかったわ。どこのデパート？ああそれは、なんてたわいのない話をしていると片付けに参加せず結婚前から残っていた義弟の部屋に行っていたゆいさんがキッチンに来た。あ、ゆいさんどうしたの？え、お酒飲んでるんですか？うん、私今日も泊まるから。え、なぜか私がビールを飲んでるのを見ていきなりしくしくわーわー泣き出して去っていった。ほろ酔い加減の私と義母さんが首をかしげていたら、今度は義弟がやってきた。あの、アウトレットに行きたかってんだけど行けなくなったって泣いてんすけど。は？せっかく遠くから来たんだから酔いが覚めたらでいいから連れてってやってね。は？いきなり当然のように言われて何がなんだか3人で顔を見合わせた。一体何を言ってんのよ、そんな約束聞いてないけど。アウトレットできたじゃん、あれに連れて行くから来てって今回はうちに来てもらったんだよ。だからさ、連れてってあげなきゃかわいそうじゃん。何も聞いてないけど。車で20分だし言う必要もないでしょ。よろしく。義弟は免許はあるんだけど車がない。うちも義実家も車の保険を家族だけに限定して、親戚であっても車の貸し借りは一切しない。めんどくさくても複数台で出かけるか、法事などの大量移動の時はレンタカーでワゴンを借りるのだ。もともとは義父が親戚に車を貸して事故で亡くなってしまっていろいろ大変だったからなので、義弟もわかってるはずなんだけど、どうも正月帰省を渋るゆいさんに義弟がアウトレットを餌にして釣ったらしい。何がよろしくよ、母さんも嬉しかったじゃん、ゆいが来てくれてさ。大変だったんだから。あれだけ喜んでいた義母の顔がみるみる変わっていく。何勝手なこと言ってんの、涼子さんの都合もあるでしょうが。え、なんで、なんで怒ってんの。ちょっとリビングにみんな集まりなさい。普段穏やかな義母が般若になりリビングに全員集めた。しくしくわざとらしく泣いているゆいさんに、勝樹と星座と怒って姿勢を正しくさせる。ビクッとゆいさんは涙も引っ込んで言う通りにした。義士夫婦と私たち夫婦呆然としていると義母が怒鳴り出した。人の都合も考えずに何勝手に予定立ててるんだ。こっちは来てくれただけで嬉しかったのに。アウトレットごときで釣られなきゃ来ないんならもう来なくていいわ。義弟夫婦呆然。義弟は三兄弟の末っ子で可愛い可愛いで育ったらしいのでショックで青ざめてた。か、母さん。そして事情を聞いたさらにうちの旦那と義兄にも叱られる羽目に。お前な、それはダメだよ。事前に聞いてくるぐらいならまだしも、勝手に決めてさ。ゆいさんもせめて電話しようとか思わなかったの？だって涼子さんたちに任せればいいって言いましたもん。私悪くない。そうだよね、勝手に言い出した義弟が一番悪い気がするけど、直前にゆいさんも確認しないもんかね。よろしくお願いしますとかメッセージ送るとか。二人揃って呆れた。こんなに怒られることだなんて。はあ、どうした。その晩義弟は胃痙攣を起こした。急にうめき始めて救急車を呼ぶ羽目に、ストレスで軽い胃潰瘍になって痙攣したんだと。私たちは義実家に残り、救急車はゆいさん、後から義士が車で追ってくれた。日付が変わる前に返されたものの、義弟夫婦はそのまま泊まることに。義士夫婦は送り届けた後予定通り帰っていった。ううう言いながら苦しんでいる義弟、もうがっかりしている義両親、疲れた私たち夫婦。次の日になりみんな遅めに起きてきたので朝食と昼食を同時に取った。もちろん義弟は寝ている。ふとゆいさんがいないことに気づく。まだ寝てんのかしら、見てくるわ。義弟と一緒にまだ寝ているのかと部屋に向かうと、そこには義弟しかいなかった。ゆいさんは？わかんない。玄関で靴を確認するとどこにもない。外出したのだ、夫を置いて。しかし車もないし、駅まで徒歩では20分以上かかる。どこに行ったのかな。もしかして勝手に帰ったのか。旦那置いてくかな、なんて話しながらご飯を食べていると私のスマホが鳴った。ゆいさんからだった。もしもし、あなた今どこに。わかりません、アウトレットどこ。は？泣きながら電話してきてこっちも混乱。とりあえず何をしてどこにいるのか冷静にさせて聞いてみた。アウトレット行きたくてバス乗って駅に行こうとしたのに変なところに着いて。アウトレット行こうとしたの？勝樹くん寝てるのに。それを電話越しに聞いて夫も義両親も絶句。しかも迷っているとは呆れるほかない。なんていうバス停にいるの今。
聞いてそのまま義両親に伝える。どうやらアウトレットとは正反対の方向にあるバス停に行ってしまったようだ。仕方なく私と義母、夫が車でそこまで向かう。30分もかかった。田んぼの真ん中に立っているユイさんを見つけ、車に乗せるとなぜか逆ギレし始めた。あなたが最初からアウトレット連れてってくれればこんなことにならなかったのよ。このままアウトレットモールに行って、そしたら許してあげる。それを聞いて義母はまた半夜に、あんたこんなに迷惑かけておいてよく言えるわね。でも悪いのはあんたら夫婦でしょ。アウトレットに行くのは自由よ、うちに来るのも自由。でもね、誰かに頼るの前提で計画を立てるのはおかしいでしょ。しかも事前にお願いもしないで。それで何？怒って何なの？恥を知りなさい。車の中で再び激怒され、ユイさんは顔が真っ青になっていた。それにどうして倒れた夫を置いていくの？誰が見るの？あのバカ息子のこと。あんたでしょ、夫婦でしょ。すいません。運転していた私、助手席にいる夫はもう顔すぎて口を出せなかった。それから義実家に戻り、自分を置いてアウトレットに行こうとした嫁を知って、義弟もショックを受けていた。そこまで行きたかったのかよ。だってそういう約束だったじゃん。出なきゃ来るわけないし。本当にこの子は言わなくてもいいことを。もう義母は半夜をやめ、怖いくらいニコニコしていた。うん、あんたら二人もう来なくてもいいからね。母さん、いや、その、はい、これ今回の交通費ね。もう来ないだろうけど、もし来ても次からは渡さないし、何もあんたらには準備しないから。そんな嫌々来られちゃね。そういうつもりでは。もし子供が生まれてもお祝いとか節目のプレゼントも一切しません。連絡もしなくていいわ。これでいいでしょ。これがあんたの望みでしょとばかりに言い切った。ぶっちゃけ義弟はまだ若いし、貯金もさほどない。ユイさんなんてパートを週に3回してるだけだそう。いろいろ援助してもらうつもりでいた二人は、自分たちがしでかしたことの大きさをやっと知ったようだ。慌てて土下座をし始めたが、もう遅い。すいません、こんなこともうしませんから。これからちゃんと普通に来るから。どうでもいい。私もお父さんもお兄ちゃん夫婦と鉄間夫婦を大切にするから、実家はなくなったものだと思いなさいね。可愛がってきた分だけがっかりしたように見えた。はい、早く帰りなさい。でも来る時は私たち夫婦が駅まで迎えに行った。それもなく、二人は後ろをチラチラ見ながら歩いて最寄り駅まで向かうしかなかった。それから義両親に詫びの電話やメッセージを送ってるらしいが、全く取り合ってくれないみたい。お願い、なんとかしてよ。絶縁なんて嫌。私の方にはユイさんが、夫には義弟がなんとか取りなしてくれと連絡が来るが、自業自得、関係ないで放っておいている。ほぼほぼ絶縁になり、私たちも義弟夫婦とは距離を置いた。義姉夫婦もだ。親戚たちから私の子供に誕生日プレゼントした、お祝いを送ったなどを聞くたびに、義弟とユイさんは泣いているらしい。なんで？お前がアウトレットなんか言い出すから。あなたがギスさんたちが連れて行くからって言ったからでしょ。結局それからずっと喧嘩、最終的に離婚したみたい。義弟は義実家に戻りたがってるそうだが、受け入れず一人寂しく暮らしているようだ。ユイさんの実家も離婚の原因を聞き大激怒。きちんと監督し真面目に働かせるそうだ。私たちはようやくゆっくりできた。アウトレット行くの頼んでればさとか言ってたけど、ぶっちゃけあんなんじゃ先にお願いされても断ってたね。もう関わんなくていいよ。もちろんそのつもりだ。義両親にたまに子供と電話をさせたり、写真を送ったり、せめていろいろしてもらっているお礼をしたいなと思っているのに、義母はいらないという。ならば老後最後まで面倒見れたらいいねと義姉とこっそり話している。ご視聴ありがとうございました。また見てね。